ヤフーモバイルにしようかなと思って安いから。ね、有給モバイル。あ、有給モバイル。私有給モバイル買えた。そう、この間11月の頭から。あれってさ、縛りもね、縛りは2年しかある。で、しかも買われる月は2年なので、で、こういうのだと2ヶ月。もう2ヶ月か。シムフリーの使って、そう、私は今まで決まってたんですけど、だけど、やっぱりさ、シムラソンに変わらなくて、新しく、絶対に、もうちっちゃいやつで、東京まで新幹線。